これ次、はい、はい、ド派手なワウ、今度これ、はい、これは、まあ、ジム・ダンロップのワウなんですけど、なんかシグネチャーっていうのがいっぱい出てまして、まあ、いっぱいあるの。でこれがあのミーターズっていうあのシッシストラットとかで有名な、はいはいはい、ファンクのバンドセッションでよくやるなんですけど、そのバンドの、オリジナルギタリストのレオ・ノセンテリーっていう人がいて、はいはいはい、その人のシグネーチャーモデルですね。へえ。でこれが僕はちょっと全く、注目してなかったんですけど、はい、たまたま動画で見たらすごい、ね、あのいい音してて、しかもヴィンテージのクライド・マッコイの感じにもしかしたら似てるんちゃうかと思って買った。買ってみたらほんまにそんな感じやったんですよ。へえ。これちょっと弾いたことある人しか多分わからないんですよ、そのあのクライド・マッコイをね。はははは。でまあ今堀さんも弾いたことあるんで、ヴィンテージ、はいはいはい、はい、あこれか。そうですね。これでもクライド・マッコイの、あ、そうか、クライド・マッコイピクチャー、あ、はい、ほんまや。これと、まあ、これ今買おうとしたら30万円以上する。30万がこれに詰まってんの。2万ちょいで、え、この感じが僕的には出てると思うんです。一応これなんか変なスイッチとかなし、何もないな、中も、はい、何もないです。へえ。でバイパス関連はもう、バイパスは何かわからないですけど、ほとんど音痩せない、ないです。ああ、はい。じゃあもうつないで、まあ、つないで音出たら直トゥルバイパスですけどね。はい、あ、そっか、はい。でも俺はこれちょっとあれやな、自分のストラトの方がいいかな。あ、そうですね、そうじゃないとわかんないです、ね、うん、そのこれでなればトゥルバイパスか。はい、あ、なった。電池なしで、あ、まあ、トゥルーバイパス、トゥルーバイパス、おお、はい、まず第一段階クリアし、トゥルーバイパスがまあいいか悪いかと、うん、まあいらんっていう人もいると思いますけど、とりあえずこのワウはあのトゥルーバイパス、OK、はい、バイパスもそんな全然悪くない、はい、まあ、でも今の会話は、あ、いや今こっちで撮って大丈夫。はい。でまあ僕が初めていいと思った時の電池が、あ、電池もこれ、これしか試してないんで、とりあえずこれで他のアダプターとかでまた変わってもらおうとするかわからない。あ、危な、これこれ意外と短いよなこいつで、こう入れて収まり悪い、まあ、こんなもんちょっと収まり悪い、あー下手、大丈夫です、はい、でこうやってで、はい、これをじゃあ行く、までの間の音が、あ、わ、分かるよ。だからこれヴィンテージっぽいですね、はい、戻しすぎたら変なローめっちゃ出てくる、これなんだか、で真ん中より奥行くとヴィンテージも確かに、そこの部分がかなりヴィンテージ、うわ、分かるわ、ここに詰め物 したらいいな。あ、そう。実は俺のあれやで、フルトーンのやつ、あそこ、これ以上下いかんように。それもイランローが出る。イランロー出るから、はめてたりする。あ、なるほど。あ、でもこれいいな。これより下いったあれやな。これいらんな。ここの部分。こっから。Bye.
これワウでやってないよな。あと結構フロントやったらワウ聞かんときあるじゃないですか。おフロントでもちゃんとかかるやつ。はいはいはい。比べたらちょっともうあかん可能性、多分こっちのがもうちょい原因っていうか、はい、歪み成分入ると思うんだけど、はい、ただまあこっちはやっぱりちょっとへっこむ感もあると思うし、はい、トゥルーバイパスでもないし、もうだいぶこの時点でめちゃ痩せてるから、ね、でやっぱ不要なロー一切出ないの、まあ、そうですね。ただまあ俺一切電池とか変えてないからでもやっぱ比べてみたらやっぱヴィンテージの方がもうちょっと派手でした。あー確かに、まあ、でも今正直カエルワウで、そうですね、これまだ何もしてないんでギアをもう一個上にしてもいいかもしれない。ギアチェンジ。でも上はもう十分出てる感じです。ハイは出てるけどな、はい、まあでもこんなもんでいいんじゃん。あとはもうちょい歪み成分が入ってればな、そういやらしくないというか、まあ本人はギブソン系なハムやから、はい、これもアダプターにしてみたらどうなるかな。音変わるか、はい、アダプターでも使える音 してるのかって、まあ、このワンスポットのやつをこっち、これか、ここに、あ、もう手入ってるな。 あれ、こっちのがだいぶ強くなるな。強くなった。やっぱあれですね、うん、エレハモはちょっとギュッと全然違うな、これだいぶレンジちょっと広くなりすぎて散らかってんな。ちょっとまあでも下品になったな。これやとちょっと嫌やな。これやと俺速攻ヤフオク行ってると思う。全然ちゃうな。ちょっと待って、これは変わりすぎちゃう。いや、ちょっと持っていくで。ワウは変わります。変わるけど、はい、ある、あ、ね、あ、これめちゃいい、はい、電池はいい。ちょっと待って、こっちどうやろ。この今のワンスポットやってんけど、はい、ストライモンの、あ、はい、これでいってみる、はい、
長さがないねんな。これか。いやでもここまで変わるとちょっとこの王杯で、はい、あれいいわ、ワンスポットめっちゃ音悪いな。そうですびっくり。あ、まあ整ってるけど、まあ若干電池の方が魅力的な音はしてるけど、はい、でもあのロー出えへんくなったで今度。あの電池の時のローはすごい出てたけどな。じゃああのそれエレハモじゃない普通、一番普通のゴールデンパワー、はい、ちょっと待って、このローがちょっとでもここまで変わったらきついな。きついなっていうか、もう選ぶ時にその電池じゃないとみたいな、大変やん、はい、だからそうですね、これいいって、このワウがいいって言ってもこの電池で試してもらわないとっていうこと、伝わらないってことですね。じゃあこれ、これこれで、はい、普通の漫画一番普通やと思われる漫画よく売ってるやつで、これがあ、もう入ってるか。あ、でもはい、弱くなったな。まあでもこれでギア上にしたら良さそうな、ちょっと歪んだ、はい、全然いい、ね、はい、これより歪んだ感じするけど、ね、またちょっともしかしたらボルテージの違いとかあるかもしれないけど、はい、さっきもっとこれとこっちの方がハイ出てた感じするけど、ね、もうちょい、そう。でローがだいぶ目立つようになったな。ちょっと普通になってしまった。普通やな。やっぱこれで、うん、これで詰め物がそれが一番いい。まあ俺ここにゴムつけてるから。先生、あのダンエレクトロの電池って、あ、持ってるよ。持ってませんでした。あれもね結構音変わるんです。あれ違うの。なんかね、ワウにはあれか、うん、あれかこれっていう定説は、あの僕の中ではあるんです。ある。新品状態で結構違います。そう、新品状態で減ってるやつなのかな、はい、まあ、これ、はい、この一応これ測れるやつあるし、これが結構ミドルが、うん、出るな、出て太くなるやつで、そっちのやつがもうかなり綺麗に出る。ファズでもこれ変わるもんな、ダンエレクトロはもうスカッと綺麗に出る、出るっていうイメージ。歪みが一応9低いかな、 9.14。 これどんぐらい減ってる、これ今開けたばっかやな。あ、 9.52、 あれ高いですね。これでももともといつも高くな い、 いや、これ僕の中では低いイメージなんですよ、はい、俺めっちゃ高いイメージだよ。ただバラつきあるんで、めちゃめちゃ、はい、買った時にそうですね、あのたまに死んでる時もある。あるあるある。これも死んでる時多いよな。え、これは？あれ、ぼ、うわ、9点。はい。だいぶ高い。
ダンエレクトルのやつはなんかラベルが違うだけで、はあ、これが元やろうっていうヨーロッパの電池があって、おう、それ中身、はい、それがヨーロッパからすごく安く輸入できたんですけど、うん、あれ、あの前買ったやつ、前大量に輸入してた、 V なんてら名前忘れました、ね、V、なんか黄色い電池、うん、あれそれもうあんで今多分、あ、ほんまですか、あれね、ダンエレクトロラベル、あれのラベ、ダンエレクトのレベルをつけて売ってると思われますね、多分。嘘、元が多分あれなんですよ、結構こっちに似てるけどな、今風っぽい感じが、まあまあこれが一番いいんじゃん、これ、はい、あ、合わせたらそうですまあこれはこれで悪くないですよね。まあでもワンスポット結構悪かったな。そうだよ。まあワンスポットいつも俺このメトロノーム用に伸ばしてるだけやから。そう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 。でちょっとあのエレハモにしてあと後ろにこれ繋いでみて。ああ。これでもあのマイティでもいいんですけど、ね、ああこれもやっぱりこのワウもいいけどどの電池でもいいよとするわけじゃない、うん、だからまあってことです、ね、まあ変わるよな、はい、なんかね僕のイメージでは今の普通のワウはこのエレハモでいいよとするようになって、うん、本間のヴィンテージワウは違う、このダンエレクトロを入れるといい音っていう使い分けでした。あ、そう、はい、後にこれ、あ、あ、そ、いや、それせっかくやればそっちの方かも。いやでもマイティこれ3やね、いい音をしてましたね。あ、一緒にあって、あのマイティ4を後ろにつないでました。あ、4今あれやな、ボードにちょっと、あ、入れてる、つながってるから、とこでガッて弾いたらめっちゃ引っ込むの、この辺でこう回転する感じで、こっからは OK、 これ今真ん中ぐらいで、これ、はい、これより後ろ行きたくないって感じだな、はい、俺は上の方でやれば OK、 ここまで行くともうローがもう弱なるから、こっから OK、 これ詰め物するしかないこれはい、あんまりかかとは行き過ぎたらやっぱなんちゃらこのあれで再現できひんのかな、ヴィンテージのアンプとかでロー過ぎてめっちゃ引っ込むねんこの音、この音いらん、こっからやなWow.
すごいな。こういう、はい、ワウがあんねんな。はい、意外と。これって今やったら、新品で何本ぐらいの？新品でなんか、ちょっと特価みたいになってて、24,000円。あ、まあ、高いっちゃ高いです。へぇ、はい。あの、エレハモの電池を持って行って、試走させてもらって。あ、試走ください。まあ、確かに、はい。ちょっと変なアダプターやとやばい。そうです。はい。OK です。はい、以上です。じゃあ、終わります。はい。でもこれ正直2個買って、2個、自分用のやつでよかって、今とりあえず新品のまま持ってきた。あ、もしかしたらギアがちょっと違う、ギアだいぶロー寄りかもしれないこれ。やっぱ新品の状態でやっぱそのギアを全部揃えるっていうのは難しいと思うんで、あ、違う可能性あります、ね。はい、なんで2個買ったそれ逆に。いや、なんかよ、良すぎて、いや、いきなり2個買って。なんでいきなり2個買ったいや、なんか良さそうな感じが。よく、よくても、はい。別に、足、踏む足1本やから。あ、そんなに。買っとくか、みたいな感じで買いました。